皆さんこんにちは、ダイスです。今回はポケモンソードシールドやっていきましょう。ソード側のダイマックスアドベンチャー行ってきたいと思います。リアルがしない、だって強い。もうちょっと、とりあえずこっちの道で良かったのかが今謎ですね。どうしよう。アズマオ、アギルダーのまま行ってもいいのかがちょっと分かんないけど、このまま行って良いような気もするので、すが、どうしよう。ドラゴンタイプだったんですよね、一番奥。ドラゴンで残っているとディアルガかギラティナーなんですけど、水タイプにはちょっとしない方がいいかな。この先でなんとかなるかもしれない。でも水はちょっと連れて行きたくないですよね。ドラゴンタイプに水タイプだと今一つになっちゃうし、ここで草選んでもどこ選んでも一緒なんだよね。ただなんとなくなんですが、ディアルガは選んできてないのでギラティナだということで、多分ね、この草ゴースト草タイプだと思うので、こっちから行こう。ギラティナだと思ってきてるんだけど大丈夫かな。はい、オーロット。ゴーストタイプの技はゴーストタイプには有効だし、ドラゴンタイプにも一応ゴースト技は効くから来てみました。まあ、草技今一つだし、ゴーストだとね、虫タイプの技も今一つになっちゃうんですよね。なのですごくなんとなくなんですけど、オーロット連れていけばなんとかなるかな。タイプ技がね一致した方が嬉しいんだけど、しょうがない。ここでどうするか。え、ゴースト技ないんだけど。ないけど、まあいっか。格闘技はゴーストには効かないしな。草か虫かなんですよね。でも虫連れていくの怖いな。虫なんだろう。草の方がいい気がする。見えない。見えない。どっち、ドレディアかな多分。エスパー技だったら通常に入るからなんとかなるかな。ドレディアですね。よかったのかな。でもなんかもう道がないんですよね。本当は氷タイプ、フェアリータイプとかかな、連れて行きたかったんだけど、持ち技が良くないよね、オーロット。大丈夫かな。これでどっちにするか。あー、蝶の舞とかフンダンゴが入ってる。光の壁ってすると虫と草しかないんだ。ドレディアはあの位置に入りました。これでいいの。大丈夫かな。多分ディアルが選んでないんでギラティナじゃないかと思ってきてるんですけど。なんで、なんで選んでないよ今ディアルが。どうして、どうして、これ難しいよね。で、こちら側の夫人がオーロット、アブソルはね多分頑張ってくれると思うんですよね。オーロット、アブソル、ドレディア、アズマ王ですよ。これどうしろって言うんだ。保管技をドレディアが選んでるってことは多分光の壁とかだと思うんですよね。で、物理攻撃とかの技で2体選んでるでしょ。オーロットはどうするべきなんだ。リフレクターかける。ディアルガってでも特殊技の方が多い気がする。どうしよう。
リフレクタートリックルームかな、遅いんだよね多分こっちの方が。あやっぱりこれ逆にしたい。ドレディア光の壁、よし。すごい一番最初の初手の読みが長くなっちゃったけど、光の壁つけてくれてる。でオーロットが一番鈍速ってことは、ここでトリックルームすれば一番最初に打てるから良いと思う多分。そうするとディアルガが一番最後ですよね。でドレインパンチは格闘タイプ技、鋼に有効なんで抜群取れるから、これでなんとかするしかないかな。とりあえず物理も通常の攻撃系があるのかが分かんないけど、リフレクターと光の壁で2枚かけとけばなんとかなる。いや花粉団子嬉しいな。大ドラグーン残るかな。残る残る、残った。危ない怖い。ターン的にもここでダイマックスはすべきで、ダイナックルだよね。大草原かけてしまうと HP がお互いに回復しちゃうからやらない方がいいと思うんで、これでいこう。これで5ターン、だいぶ頑張れる気がしてきた。リフレクターと光の壁かけられてるし、トリックルームで先出しできるから、うまく削られれば勝てるかもしれない。ディアルガだと思って来てるからここを選んできてるんですけど、よかった格闘タイプの技持ちにしといてオロットが持ってるかって言ったら持ってましたからね。危ないよね。いけるのかな。でもアズマ王も頑張ってくれてるので2体で削るしかないよね。あとはもう落ちないようにすべき。でもな、何かしら効果を入れたとしても消し去られることがあるから、もうオーロットは攻撃に振ります。一応ね通常の攻撃は上がるし大丈夫かな。辻斬りもいい感じに当ててくれますね。ドリルライナー、地面タイプの技もドラゴンタイプには普通だけど、鋼だったら抜群取れるから、よかった。持っててくれて、あとは花粉団子がすごくいい。ドレディアの方を選んでよかったです。あと5回だけどいけそうな気がする。あこれ来たんじゃない。で攻撃も1回上がるし、物理入れてくれてるから攻撃は上がってるよね。ドリルライナーもそうだもんね。やった、嬉しい、勝てた。まさかこの4体で。いやアブソルがでかかったですね。最初からいてくれたのが、私は選べなかったけど後で選んでくれてよかった、ありがとうございます。もうこれ嬉しい。だって今まで勝てなくて道選んできてないからね。いやまさか出てくるとちょっと思わなかったんですけどまさかのでしたね。嬉しい。ディアルガゲットできました。今回の他のポケモンたちに色違いがいたらそっちを選びます。あいないね。オーロットだよね確か、ちょっと前に色違い出てたの。じゃあディアルガ連れて帰ろう。一応見ますね。色判定がねちょっと難しい子もいるのでちゃんと見ます。よかった、連れて帰りましょう。すごい嬉しい、ね、こんなサクッといけると思わなかったです。ではディアルガは一回手持ちに入れてピオニーさんに見せに行こうと思います。どんな反応なんだろう。
過去と未来、時間を操る、移動もできちゃう、ディアルガ。映画見たくなってきた。はい、伝説を見せます。ディアルガ、時間を操るポケモン、ディアルガだ。それがマジモンだったら娘を怒らせちまった時に、え時間戻してもらえんのかな。ちゅうかそいつの個性的な鳴き声生かしてんな。鳴き声に注目されてるよ。シャクヤちゃん怒らせた時はちょっとあの自分で何とかしてほしいよね。あ、ギラティナ見つけちゃったし、えこれ教えてもらおうか。あ、嬉しい。残りがギラティナとディアルガ、ドラゴンタイプでいたんですけど、これでどっちも今わかるようになってます。ソードの限定ポケモンなので、ディアルガシールド側もねゲットしたいって時は一緒に行かないとなったので、よかったです。あ、思ったよりもでかいし、歩いてる姿がこんな感じなのか。意外とでかいんだね。後ろにカビゴンがいるけど、カビゴンと多分同じぐらいなのかな。あ、違う、首だけ見るとディアルガの方が大きいんだ。お、普通に鳴くだけ。おお、光った光ったあ、すごいですね、光るんだね、知らなかった。いやー、これは嬉しい。で、今回ディアルガゲットできたんですけど、もらえるものがね多分あると思うので見に行ってみたいと思います。掘り出し物のおじさんのところに行きましょう。ラテラルタウン到着。来たー、混合玉あったね。ディアルガに持たせるとドラゴンと鋼タイプの技の威力が上がる、光り輝く玉、混合玉。もうよくかよくよく考えたら、多分なんですけどダイマックスアドベンチャーの中で戦ってるディアルガは混合玉持ってない状態なんですよね、きっと。これね、持ってたら絶対勝てないと思いますあの捕まえた時に持ち物も持ってないから、混合玉持ちではないディアルガだったはずなんですよね。パルキアの時ももらえるものありましたっけ。まだちょっとシールド釜、ダイマックスアドベンチャー行ってないので、パルキアゲットした時にはまたね見に行きたいなと思います。ちなみに最近ちょっと掘り出し物見てないので見ていこうと思います。割れたポット欠けたじゃなかった今回と。これ多分冠の雪原の時にアップデされたと思うんですけど、前の掘り出し物と次の掘り出し物っていうのが選べるようになったんですよね。あの買いそびれてた時とか見れるっていうのがかなり嬉しいです。この前は黒いヘドロだったんですけど、これも買えるようになってます。1日1回変わるやつを見に来たりとかっていうのとか、なんかねそんな感じだった気がするんですけど、前のやつも見れるし次のやつも確認できるしっていう感じなんで、この機能追加されてめちゃくちゃ助かってます。ダイマックスアドベンチャー、あれ冷静プレートだ、ん？プレート、あれ、はい、ダイマックスアドベンチャー遊んでいて伝説ゲットしたけど、まだ道具もらいに来てないなっていう方は、ぜひラテラルタウンの掘り出し物のおじさんから道具もらいましょう。いろんなポケモンがね専用の道具あの存在してたりもするので、やってみるといいと思います。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、 See you!